平野紫耀、連日の高級ブランドコーデにンァン問絶、すべてが神レベル、ビートン矢印エルメス矢印ジバンシー。日本のアイドル兼俳優、平野紫耀が、最近の高級ブランドコーディネートによって、ファッション界で話題となっています。彼のスタイリッシュで洗練されたファッションチョイスは、連日のように SNS でファンを魅了し、ファッションの神話を築いています。 本記事では、平野紫仕様の最新の高級ブランドコーディネートと、そのファンからの熱狂的な反応について詳しく掘り下げてみたいと思います。平野紫仕様のファッション界での登場。平野紫仕様は、ジャニーズ事務所に所属し、ジャニーズ WEST のメンバーとしてデビューしました。その後、俳優としても成功を収め、 数々のテレビドラマや映画に出演し、その演技力とルックスで多くのファンを魅了しています。しかし、最近の彼の注目を浴びるポイントは、その洗練されたファッションセンスです。彼は日本国内外で高い知名度を持ち、インスタグラムを通じてファッションフォロワーたちに自身のファッションスタイルを発信しています。特に最近、 彼の投稿に登場するのは、高級ブランドアイテムに身を包んだコーディネートです。ジバンシーファッションの新星。最近、平野耀はフランスの高級ファッションブランド、ジバンシーのアイテムに身を包んだ姿を自身のインスタグラムで公開しました。ジバンシーは1952年に設立され、その独自のデザインとエレガンスで知られています。 このブランドは、服飾や装飾品だけでなく、コスメラインも展開しており、幅広いファッションアイテムを提供しています。平野の仕様は、自身のジバンシーコーディネートの投稿で、ファッション界における新たなトレンドセッターとして注目されました。彼の投稿にはジバン C の公式アカウントをタグ付けし、クールなビジュアルを披露しました。 これにより、ファッション界でのジバンシーの知名度向上に貢献したことは間違いありません。ルイ・ヴィトンからエルメスへ、ファッションの変遷。ジバンシーに身を包む前、平野塩はルイ・ヴィトンとエルメスの高級ブランドコーディネートを披露し、多くのファンから熱狂的な反響を受けました。わずか3日前には、総額93万円超の全身ルイ・ヴィトンコーディネートを披露し、 その贅沢なスタイルは多くの注目を集めました。ルイ・ヴィトンはフランスを代表する高級ファッションブランドであり、そのアイテムは世界中で高い評価を受けています。平野市用がルイ・ヴィトンのアイテムを身につけることで、そのファッションへの情熱とセンスを証明しました。2日前には、エルメスのコーディネートを披露し、さらなるファッション界での注目を集めました。 エルメスはフランスの高級ブランドとして、その洗練されたデザインと品質で知られ、ファッション愛好者から広く尊敬されています。平野紫耀がエルメスのアイテムを選ぶことで、そのファッションセンスの幅広さを示し、多くのファンから賞賛されました。ファンからの熱狂的な反応。 連日の高級ブランドコーディネートの投稿に対し、平野仕様のファンからは熱狂的なコメントが相次いでいます。彼のファッションセンスに対する翔さんの声が絶えず、SNS 上では彼のファッションが話題になっています。以下は一部のファンコメントの抜粋です。まだあるのまだまだあるの もう毎日クラクラ今週は紫輝くファッションウィークなの。どれだけ求められてるの。もうすべてが神レベルです。連日の平野市要加上摂取で倒れちゃう。ブランド負けしないのが我らが平野紫耀様。どれだけ溺れさせたら気が済むんだ。本物の王様すぎる。これらのコメントからも平野紫耀のファッションに対するファンの熱狂的なサポートが伺えます。 彼はファッション界で一大ムーブメントを巻き起こし、そのファッションセンスは多くの人々に影響を与えています。結論。平野仕様は最近の高級ブランドコーディネートによってファッション界での注目を浴びています。彼のスタイリッシュで洗練されたファッションセンスはファンから熱狂的な反応を引き起こし、ファッションの神話を築いています。 今後も平野市用のファッションスタイルに注目が集まることは間違いありません。彼はファッション界で新たなトレンドセッターとしての地位を築きつつあり、そのファッションに魅了されたファンたちのサポートを受けて、ますます輝きを増していくことでしょう。